い加工、こんにちは。ちょっと自分でもびっくりなんですけれども、もう早速、2回目の今年 YouTube アップさせていただいております。ですね、それで前回の、YouTube では、ポリアフということと、の踊りと、私の今年1年間の、その思いなどを伝えさせていただきましたが、それに関連して今日はまずね、私がシェアさせていただきたい、俺のノエアウ、日本語で言うとことわざになるかと思いますけれども、そちらをワンフレーズで、その後に、私と一緒に私の前回の、以前のビデオで YouTube でヘラポジション、カホロ、ヘラ、カオ、この3つのベーシックを、よかったら私と一緒に、練習していただいて、でその後に、最後に、ポリアフ、について少しお話しさせていただきたいと思います。で、じゃあまずね、今回ね、私がシェアさせていただきたいなと思った、オレロのエアウなんですけれども、オレロのエアウっていうのはメリー・カヴィナ・プクイさんがですね、先人たちの、ハワイの先人たちのこういろいろな、残していった知恵ですよね。その言葉を、一冊の本に、まとめてますけれども、ハワイだけではなくて世界中にあると思うんですけどもね、私はご縁があってハワイの、ことわざを、シェアさせていただきたいと思うんですけれども、今回ね、その前回の私の YouTube の、撮影の時に、なおちゃんが撮っていただいたビデオでね、そのハレアカラの麓のあのビューの中の私がこういるその画像を見まして、本当にこうこの、あ、もうこのことわざ通りだなと思ったんですね。でそのことわざというのが、ヘアリイカアイナ、カウバカケカナカと言いますね。ヘアリイカアイナ、ヘカウバケカナカですね。これはどういうことかと言いますと、地球、その炎ですよね、ハワイ語で。地球っていうのはもともと地球が先にできてますので、私たち人類、人間がなくても地球自体そのものは生きていけるわけですね。ですけれども、私たちその人類っていうのはやはりこの土台、ファンデーション、地球がなければ生きていけないし、地球があるからこそ私たちがこうやって今生活できて、いけるわけですね。ですからそこら辺をね、やっぱり今一度改めてですね、しっかりと私たちがリーダーじゃなんではなくて、地球があるからこそっていうことね。だから地球に感謝をして、本当にね、そこはしっかりと間違えることないように、人間としてね、両方がこう共存を仲良くできたらいいなって改めて思っています、思いました。なのでね、こちらの、のオレロノエアウをシェアさせていただきました。すごくね、いい言葉がたくさん、ありますので、これから私のこの YouTube の中でも、私がその時その時に感じる、ことわざをこれからご紹介させていただきますので、皆さんよかったら日々の生活に役立ったらいいなと思っています。ではこれから、稽古の、ベーシックフラレッスン一緒にやっていきましょう。アフィホー。はい、では行きます。あ、違う、手なしでいきましょう。まず鏡から、鏡です。マナケラキラキラケウワカウイルイエウカマコワオコラニポリアウカワイネカパハウPumehana kawaii me e apomai
次ヘラ行きましょう。ヘラ右から。次カオ行きますね。右からカオ。でカホロ行きます。右からカホロ。ヘラ行きますね。ヘラホンマイポリアフノホナニンダイポリアフカマクワオクラニマナケアキラキラケワカウイルヒエフカマクワオクラニカオ。肩をね、動かさないように。最後ラバー。はい、はい、皆さんベーシック、少しですけどいかがでしたでしょうか。次回は今度私前を向いて踊ってみたいと思いますので、よかったらまた一緒に練習してみてください。で、今日はね、これからポリアフに関して、さらりと、お話しさせていただきますね。で、ポリアフっていうのは女神の中でもハワイの中で一番美しいって言われてるぐらい、とても綺麗な女神だそうですね。それで、彼女はカウアイ島のね、アリイですね、アイボヘクポアという彼にこう、ハンサムな市長にね、一目惚れをして、で婚約までするんですけども、このアイボヘクポアというのがですね、本当にマウイ島のまた市長のアリーのね、娘ともまた婚約したりで、ハワイ島プナのね、ライエ・イカワイというね、美しい、物語ありますけど、美しい女性にもまた求愛をするんですけど、結局、彼女に対しては、振られてしまうんですけどもね。で、そんな中なんですけども、結局全てがですねバレてしまって、ポリアフは怒って彼をファーッと氷にしてしまって、死に至るんですけどね。で、他にもね、ポリアフとペレということでよく語られてるんですけども、いつでもあんなに強いペレでもどうしてもね、こう溶岩、ペレが出した溶岩をポリアフがこう全て氷にしてしまうと。でいつも大体、ポリアフが勝利するということですね。ですけども、そんな2人ですけれども、ポリアフはペレに、
ペレを追い出すことなく、今は仲がいいかどうかは分かりませんけれども、一緒に、ポリアフが北の方ですね、北の、マウナケアがある、北側のエリアを、守っていて、でペレは南に住んでいるマウナロアがある方ですね、キラウエアがあるマウナロアに彼女が住んでいて、一緒にいるということですね。で、ちょっと今日はここまでとさせていただきます。それではよかったら、よかったねと登録ねボタンをお願いしたいと思います。ではまた次回、アフイホー。